佐川秀幸さん、当時17歳。佐川さんは広島工業専門学校の3年生でした。学徒動員で中国電力大洲製作所で作業していました。佐川さんは爆心地から3キロの大洲町製作所内の坑道で被爆しました。4月にですね、上級学校へ進学試験を受け取りまして、で普通でありますと4月から進学ですけれども、8月からですね進学ということで、8月の1日授業開始ということになったわけですね。しかし何もまだ戦争は継続さ、上野学校へ進みましても午前中は授業、午後は作業と、この作業するところが中国電力のですね大洲製作所、ここで午前中授業、午後作業と、こういうことになりまして、私は家がですね、市内の西観音町でございました。そこには両親と姉が2人、それから弟が1人、こういう家族構成だったですけども、まあ、私は家から通わずに大洲製作所の寮にですね、おりまして、そこで生活をしておったわけです。で8月6日いよいよ迎えたわけでございますが、この日は朝8時10分、その当時8時10分が授業開始でございまして、8時10分に、物理の時間出席を取られて、同時にですね一瞬ですね、宇宙を引き裂くようなですね青白い、もう何とも言えない光線が我々の教室に飛び込んできたわけです。幸い私は窓側に座っていなかったものですから、窓ガラスの夜怪我はなかったんですけども、窓ガラスの方に座っていた同級生はですねかなり怪我した者もおりました。家のものはどうなっただろうかと、親は元気だろうかと、みんなどうしただろうかと、いうことで家に帰ってみないとですねいけないなということで、的場っていうところございますが、的場のところで、今の路面電車の線路に入ったわけですが、的場もその次の稲荷橋も、これは電車の通るところは鉄橋でございまして、その上を渡るときはまだ鉄橋の枕木がですねまだくすぶっておりまして、その上をなんとかですね通過しましてですね、いよいよ市内に入ったわけでございますが、その当時山口町って言いましたですけども、その山口町から相生橋はですねほぼ一直線です。この一直線を見渡した時にですね、歩いておる人はですね皆無ですね、誰もいない、本当に死の町になっておりました。そして足元電車の通る両サイドを見ればですね、たくさんの人がその黒焦げになって焼け死んでおると、中には馬とかそういった動物も混じってですね、黒焦げの下へなって転げておると。電車も何台かおりました。一番電車を見まして、私もびっくりしましたのは、山口町のところに止まっていた電車ですね、
もうこれももう鉄骨だけになっておりまして焼けてですね、その電車の中にはですね黒焦げになった人、もうすでに焼けただれて白骨状態になった人、まああるお母さんでございましょうが背中にですね背負った子供も白骨状態になった、子供を背負ったままですね電車の入り口の山にですねぶら下がっておられたと、こういう姿を見てですねこれは一体何が落ちたんだろうかと。そして東海地を通りまして、もうあの火災は収まっておりましたので観音町まで帰って、両親には会いました。で両親は家が傾いて焼けましたけれども、これは聞いた話でございますが傾いて焼けたと、怪我はほとんどしておらず、やけどもしてなかったです。弟はですね、中学校1年生でございました。これはやはりそういう疎開作業のような作業に従事しておりましたが大変なやけどしまして現在の広島駅の裏、昔は東連平城と申しますがそちらへ逃げていったと。そして7日の夕方帰ってきたそうです。8日の日には弟に会いました。しかし姉が2人ですね帰ってこないんです。そうして私はもう学校どころではございません。工場もほとんど稼働しなくなったもんですから、まず姉二人を探すためにですね市内を周辺には、市内の周辺には各地に収容所ができたもんですから、その収容所をですね歩いて朝から晩まで姉を探して歩きましたけれども、結局は見つかりません。いまだにどこでどうなったのか帰ってこらん、まあおそらく名もなく収容されてですねそのまま死体を焼かれたものだろうと、遺品も何もないというのが現在に至ってもそういうことでございます。国と国がもう少しですね話し合うと、人間同士が話し合うと、アメリカ人ロシア人ドイツ人日本人ともう各人種はおりますけれども同じ地球に住んどるわけです。だから私は地球人だと、地球人と言えるわけです。だから地球人であればこそですね話し合えば必ずどっかに結論が出て平和というものはですねそこから結びついていくんじゃないかなっていう気がしますね。21世紀はですねそういう時代に持っていくべきであると、今の若い人はですね、そういうところに目を向けて頑張っていってもらいたいと。また我々もですね、とりあえずできることといえばもう広島におるわけですから核兵器の廃絶、核実験の停止、これを大きく叫びたいと思うんですね。佐川秀幸さんの被爆証言でした。